さて、第5期調査団の諸君、そろそろ時間だ。別れの言葉は必要ないな。この船に乗ったらもう後戻りはできない。もし覚悟が失われたのであれば、ここで引き返すことを進めよう。それではこれより新大陸に向け出航する。君たちに導きの青い星が輝かんことを。よ、もうすぐ新大陸に到着だな。あんたも準備完了。いよいよか。国を出てから長い旅だったな。あんた緊張してる？俺はそうだな、少し怖いけど楽しみ。ねえ、もしかしてあなた推薦組じゃない？えー、奇遇、俺たちもなんだな。名前を教えてくれよ。
推薦組同士頑張ろうぜ。乾杯。五竜はなんで新大陸に向かうんだろうな。あんたは新大陸に五竜の秘密があると思う？調査が始まって40年ぐらい経つんだとさ。ギルドは俺たち五鬼団の派遣で五竜あたりの謎が解明されるのを期待してるらしいぜ。そういえば推薦組って二人一組が原則らしいよ。あなたパートナーとはもう会った？わかりますか？さっき突然波の音が変わったんですよね。陸が近いからかな。あなた推薦組でしょ。よろしく。さっきの話ちょっとだけ聞こえたんです。はじめまして。何を隠そう、私も。飛び移るんです。
テントに地図の一部がありました。私たちがいるのはこの辺りですね。ここが調査拠点。私たちの船が到着する予定だった場所です。今はとにかくこの調査拠点を目指しましょう。地図を頼りに進んでみましょう。あれが調査拠点です。一緒に行きましょう。地図によると拠点に行く道は、新大陸のアプトノスも向こうと変わらずおとなしいんですね。さっきシルベムシに私の匂いを覚えさせておいたんです。もし私を見失ってもシルベムシを追いかければ大丈夫。気もないのに戦ってはいけません。隠れないと。こちらに急いで。早く身を隠してください。バー、早く身を隠してください。身を隠せるし、もう大丈夫ですね。今のうちに。ちょっと。行きましょう。これは痕跡？見てください。向こうにもありますね。
おい、